こんにちは、ハカです。先日 AMD が基調講演開きましたね。その中でまた Ryzen 6000シリーズ、7000シリーズ触れてました。で、今日はそのデスクトップ向けとなる Ryzen 7000シリーズ Zen 4についてお伝えします。でもですね、具体的な情報あんまりなかったんですよ。まあ、型番とかまだ全然これからなんですけど、あくまで概要にとどまってました。で、前回私が動画にした、CES2022 までの情報、こちらをおさらいしながら今回発表された部分を見ていきますね。それでは行ってみましょう。ではまず前回のおさらいなんですけど、Ryzen 6000シリーズ Zen 3 Plus というものはモバイルのみの展開となっています。こちらは製造プロセスが6ナノメートルで構成されるということです。で、デスクトップ向けの Ryzen 7000シリーズ、こちらが Zen 4という規格になってまして、製造プロセスが5ナノメートル、まあ、こちら Apple と同じですよね。そして周りの規格も次世代に対応しますので、 DDR5 メモリ、あと PCI Express 5.0、 こちらに対応してくるという話がされていました。また大きな変更としてソケットが変わります。今まで AM4 というものを使ってきたのが AM5 になるんですけど、インテルと同じく LGA タイプを採用しています。まあ、CPU 側に今までピンがあった剣山タイプからピンのない方に変わるということですね。LGA のピン数が1718になるということで、インテルよりも多くの本数を持っているというところが示されていました。またその時に同時に発表されていた 5800X3D というモデル、こちらがですね、2階建て構造を採用した 3DV キャッシュという新たな技術を搭載していたので、まあ、そちらも次世代にどう生かされてくるか注目になっていましたね。それでは今回の発表に移りましょう。まず CPU の肝となる部分、台と呼ばれる、まあ本当に真ん中の部分ですか。まあそれがですね、5ナノメートルで構成されるというのは基本の通りなんですが、まず L2 キャッシュ、こちらが倍になります。今まで1コアあたり 512KB だったものが 1MB まで増加するということで、まあこれによってですね、シングルコア性能が飛躍的に向上するみたいなんですよね。まあ、発表ではシングルコアの性能 15% の向上が見込めるって書いていました。また動作クロックも引き上げられていて、ブースト時には 5GHz を超えると。で、ゲームのデモなんかも流してましたけど、その中では 5.5GHz で、まあ、しばらくの間動作してるっていうところが映されていましたね。今までマルチコア性能というのは Ryzen はかなり優れていたんですけど、シングルコア性能ってどうしてもインテルに分があったんですよね。なのでアプリやゲームによってはインテルの方が有利だってずーっと言われ続けてきました。で、そこをシングルコア性能の向上で詰めてきたということで、かなりインテルを意識してるっていうのがわかります。そして CPU と外側の機器をつなぐ IO 周り、こちらも進化してます。まず IO 周りの IO 台というのが6ナノメートルで構成されるんですね。今までは13ナノメートルだったのかな。注目すべきはこの IO 台に RDNA2 という GPU のチップが搭載されると、まあ、統合されるっていう形ですね。で、従来ですね、 Ryzen というのは基本的に GPU を搭載していない CPU というのが基本の構成で、 GPU 付きの CPU っていうのは APU として完全に区別されていたんですよ。で、そもそもの作りが違ったんですよね。で、今回 RDNA2 が全ての CPU に統合されるので、まあ、もちろんグラフィックスなしの CPU も出てくるとは思うんですけど、グラフィックありの CPU も種類が増えるんじゃないかと。まあ、インテルみたいに同じ CPU 性能でグラフィックのあるなしが選べるようになるのかもしれません。まあ、そうすると単体のグラフィックボードいらなくなるので、まあ、コンパクトな PC とかも組みやすくなりますよね。それと、まあ、性能の向上によって仕方ない部分ではあるんですけども、TDP の引き上げが発表されました。今までは一番上の Ryzen の 5950X でも 105W の TDP だったんですよ。まあ、実際の消費電力は 105W から 125W、130W ぐらいまで上がっていたようなんですけども、まあ、それでもインテルに比べると非常に低いです。で、今回発表されたのは 170W ということなんですけども、
まあ、それでも大体ライゼンって TDP 通りの消費電力を保ってくれるので、まだまだ低い状況だと言えます。もうインテルは TDP っていう言葉使うのやめて、まあ、消費電力も 300W 近くまで上がってしまうっていうのが、まあ、主流になってきてますからね。まあ、これはですね、まあ、電源に負荷をかけないということで大きなメリットと言えます。もう一つとても嬉しい情報がありまして、 CPU クーラーの取り付け、こちらがですね AM4 今までのものと共通なんですよ。まあ、おそらくですね穴の位置が同じなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これもですねソケットが AM5 になってもかなりコンパクトな設計ができたんですよね。まあ、インテルなんかは LGA1700 の時に、まあ、CPU の大きさかなり上がりましたよね。非常に大きくなったんで、まあ、CPU クーラーも今までのものそのままポンとつけるわけにはいかなくなってたんです。やっぱり製造プロセスの5ナノメートルっていうのはこういったコンパクトな設計を維持できるとか、省電力設計にも有利だとか、まあ、非常に大きなアドバンテージと言えるのではないでしょうか。まあ、それで Zen 4に対応するチップセットも発表になりましたね。まあ、3種類あるんですけど、 X670E、X670B650 という3種類です。まあ、細かい仕様の違いって明らかになってないんですけど、まあ、今までの違いを考えれば PCI Express の 5.0 や 4.0 が何本出ているかとか、ストレージが何系統まで対応できるかとか、まあ、それに伴う電源周りの強化とか、まあ、そういった違いが挙げられると思います。面白いのは最上位モデルに X670E とわざわざエクストリームっていう名前を付けているところですかね。まあ、この発表に合わせてマザーボードの各種メーカーがそれぞれ X670E に対応したマザーボードというのを発表してきました。で、概ねですね今までのハイエンドマザーボードが X670E を採用するっていう流れですね。まあ、PCIe 5.0 に代表されるように多くのユーザーはこちらの性能フルで活かすことは難しいというふうに思います。で、この辺の規格が当たり前になっていくのにはまだ数年かかるかなというところですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ですねこの発表内容皆さんはどうお考えでしたでしょうか。で、私はですね非常にこう前向きに考えてまして、まあ数年で自作 PC の界隈って様変わりしちゃうじゃないですか。非常にまあ新しい企画がこうどんどん出てきて、まあ、すぐに古くなってしまうっていう中で、この AMD っていうのはかなりユーザーフレンドリーな設計をしてくれてるなという印象なんですよ。現行の AM4 というソケットもですね、Ryzen っていう CPU が出てからずっと変わってなくて5年間使えてるんですよね。まあ、それがいよいよ性能の限界を迎えたということで、まあ、いよいよ AM5 というソケットになるんですけども、それでも CPU クーラーが今までのやつ使えるっていうのもありますし、 AM5 の仕様っていうのがかなり数世代先を見据えてるなっていう感じなんですよ。やっぱり AMD はまだまだこの AM5 っていうソケットを数年間使い続けると、まあ、また5年くらいになるのかなっていうところですけど、インテルなんかはですね、まあ、2年間で CPU の規格、ソケットの規格まるっと変えてきますからね。まあ、それによって CPU クーラーも、まあ、ポン付けできなくなったりとか、いろいろ弊害が出てますよね。今特にこの X570E とかもう完全にオーバースペックじゃないですか。まあ、それでもですよ、まあ、可能性としては今このオーバースペックのマザーボードを買っておけばCPU の乗せ替えだけで数年間戦えるレベルになるんじゃないかと、そういうことなんですよね。自作 PC ユーザーとしてはなるべくパーツの交換頻度って少なくしたいじゃないですか。まあ、であれば Ryzen の、まあ、この7000番台から8000番、9000番、1万番台まで CPU の乗せ替えだけでいけるとしたらすごく楽ですよね。ただあとですね、まあ、1個気になる点としては USB 周りの強化、こちらが欲しいところですね。まあ、どれだけ USB 4.0 とかサンダーボルト4に対応してくるのか、まあ、ここなんですよ。で、この辺の企画ってやっぱりインテルが握ってるんですよね。で、今回の基調講演の中でも USB に対しては 20GBps のスーパースピード USB というところにとどまってました。ここがまだ弱いところなんですよ。
まあ一部のハイエンドマザーボードではマザーボードメーカーが独自にサンダーボルトのチップとかを搭載してくれるとは思うんで、まあそういうところで担っていくっていうのは今とあまり変わらないかもしれませんね。まあそういう気になる部分はあるんですけど、おおむね、まあ、次世代を見据えて数年間使える企画に仕上がっていると思います。まあ、まずは期待して待ちましょう。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。